ヤツエク・グラルスキは、ポーランド・ブイド・ゴシチュ出身のプロサッカー選手。ポーランド代表、FC ・カイラと所属。ポジションはミッドフィールダー。ザビジャ・ブイド・ゴシチュの下部組織で育ち、トップチーム昇格を果たしたが、172センチメートルという、体格の問題もあって構想外となり、2011年に、スリーリガのビクトリア・コロノボへ移籍した。 カブリーグでのプレイが認められ同年にエクストラクラサのビスワ・プーツクへ移籍。ビスワでは4シーズンを過ごしリーグ1107試合に出場しご得点を挙げた。2015年7月、エクストラクラサのヤギエロニア・ビア・ウィストックと4年契約を締結し移籍。ヤギエロニアでは2シーズンを過ごしリーグ1107試合に出場しご得点を挙げた。2017年8月1日、 ブルガリアの PFC ルドゴレツラズグラドと3年契約を締結し移籍した。2020年1月19日、カザフスタンの FC カイラトと3年契約を締結し移籍した。2016年11月14日に行われたスロベニア代表との国際親善試合でポーランド代表デビュー。2018年6月、ロシアで行われた 2018FIFA ワールドカップの 代表メンバーに招集された。ありがとうございます。